どうも、大之助です。今回は、ユダヤ人タルムードの教えの中から、デボラの戦いという話について紹介していきます。まあ、あの、ユダヤ人って人口の中でめちゃくちゃ少ないんですけど、ま、あ,あノーベル賞受賞者の二十あの、点二五人口の0.25%がユダヤ人なんですけど、その一方で、ノーベル賞受賞者の20%が、えっと、ユダヤ系の人だったりとか、あの、アマゾンの 創業者のジェフ、ジェフ・ベソスさんとか、えー、っと、Facebook の CEO のマーク・ザッカーバーグさんとか、あの、もう、あの、ユダヤ系の人なんですよね。みたいな風に、あの、ユダヤ系の人たちって賢,賢くて、経済的に、あの、優位に立っている人たちの割合って結構高いんですよ。これなぜかっていうと、あの、彼らの遺伝子が恵まれてるっていうのはあるかもしれないですけど、それ以前に、タルムードっていう、まあ、あの、ショートストーリーが詰め合わさった絵本みたいな、あの、本があるんですけど、ユダヤ系の中で。で、その、あの、タルムードっていうお話を、 まあ、ユダヤ人の人たちが、意思相伝じゃないけど、まああの、あの、子供たちに伝えてるんですよね。で、その絵本とかがものすごい、あの、人生に役立つような情報が、あの、入った、あの、お話なんですよね。だから、あの、お父さんお母さんが読み聞かせをするときに、この主人公たちは、あの、他の選択肢なかったかなとか、なぜ彼らはこういう選択肢をしたんだろうね、あなただったらどうするみたいな風に、あの、子供たち本人にものすごい考えさせる機会を作るっていうのが、このタルムードという、まあ、あの、本なんですよね。で、その結果、物事を多角的に考える姿勢だったり、まあ、リスクを回避する方法だったりとかっていうのを、 かからら、まあ、頭の体操ととししてあの学ぶことが多,多かったらしいんですよねそのユダヤ人の人たちっていうのはだから結果として、まあ、深く自分の頭で考える能力が身についてあのいろんなトラブルも解決して社会的経済的地位も高,い人だってた高くなりやすいっていうのがこうのっていうその彼らのユダヤ人の考えのバイブルっていうのがタルムードなんですよだから僕たち日本人もこのタルムードについてある程度学んでおくことによって自分の人生を変えるヒントが手に入るんじゃないのかなということで今回はまあ前行きがまた長くなりましたけどあのタルムードの中でもデボラン 戦いといいいとう話話につててお話ししていきますでこのデボラっていう話なんですけどあ,のある村にあの、まあ、主人公がデボラっていう女性なんですよねあのデボラさんっていう人がいてこの人すごい可愛いらしいんですけど美しかったらしいんですけど。あの あの旦那さんとままあ結婚しましたあの、まあ素敵なパートナーと巡り合いましたで結婚しましたで結婚初日結婚式を迎えますっていう時に旦那さん死んじゃったんですよね急にであのものすごく悲しかったんですけどまた2人まあ,あのしばらく時が流れてまた2人目好きな人ができました結婚しますっていうふうになったら結婚当日にまた旦那さんが死んじゃったんですよねで あの、まあ、もちろん、あの、デボラさんは、すごい、あの、心も綺麗な人で、あの、別に、なんか、保険金目当てというか、あの財産目当てで殺したとかじゃないんですよね。あの、もう、本人にとって、ただただ不幸なんですよ。やっと幸せ、あのなん、二人の幸せを歩,歩み出せるっていうふうに思った瞬間に、あの、旦那が急に死ぬんですよね。で、あの、 3人目好きになった人がいたんですけどこれまた死ぬんじゃないかっていう風になって怖かったんですよねただもうあの覚悟を決めて勇気を持って結婚しますとまたその3人目の巡り合った人と結婚しますっていう風になったんですけどその結婚する日の夜中にあのデオラさんは旦那さんの周りを見張ってたんですよねだったらあの女を死,死をつかさどる天使が空から舞い降りてきて「あのよしじゃあこの旦那さん殺します」っていう風に来たんですよねで デボラさんめっちゃ大激怒っすよ。今まで二人の自分の旦那を奪われてるわけだから。な、なんで、あの、こ、この自分の大事な人を奪おうとするのっていうふうに交渉して、デボラさんは天使に交渉するんですよね。だったら、天使が、いや、これ、あの、神様の命令なんでねっていうふうに言ってくるんですよね。 でデボラさんはいやいやあのまあ、ユダヤ教の聖書みたいなトーラーっていうらしいんですけどそのトーラーに書いている内容だと,、えー、と女性は結婚した男性と一生一緒にいなければいけないっていう風うに、まあ、神様が決めたルールがありますよねとただ神様が決めたルールがあるのにあの今神様はあなたの勝手ななんかあの,あの気分で。あの そのトーラーに書いてある通り、花嫁と一緒にいる花婿を奪い去ろうとしてますよね。これは、神様が作ったルールを違反してるのではないですか。宗教裁判を起こしましょうと。神様は私は訴えますっていうふうにデボラさん食い下がったんですよね。で、あの、っていうやりとりを何回かするに従って、死の天使は、いや、まあちょ,、まあ、ちょっと神様に、あの、なんか相談していきますねっていうふうに言って、あの、その場逃げてったんですよね。で、神様にこの話したら、ええー、まあで、あの、神様もう、いや、デボラって女めんどくせえな。いや、食い下がってくるとな。まあまあ確かにその通りです。もうちょ、別の女のとこへ行けよ。 あの死の天使っていうふうに言って死の天使も「ああ廃炉返すもうあの人のとこ戻りたくないっす」っていうふうに言ってあのデボラさんは自分の大事な人が奪われるという危機を回避できてその結果あの結婚して生命がくいつまでも楽しく暮らせましたっていうのがデボラの戦いっていう話なんですよねでこの話があの僕たちに与える教訓としてはそのまあ普通神様に僕たち人間で抗えるわけないっていうふうに思うじゃないですかただこの話はあのデボラさん結果的には勝ったということなんですよねだから自分より 強者まああの肩書きが上だったりとか社会的地位が上だろうが自分にあのまあ,あの権力にあの屈するなと,、えー、と最後まで戦えという話なんですよねあの周りに味方がいなくても自分がおかしいと思ったことはちゃんと主張しろということなんですよでその結果、まあ、あの今回デボラさんは勝利をつかみ取った自分の最愛のパートナーの命を守ることができたということですよねだから ま、あの、昨今の日本とかってストレス、あの、ストレス社会だし、あの、挑戦する人たちを非難する、後ろ指をする、あの、指すような、あの、社会だから、何も新しいことに挑戦できないし,し、失敗が怖いっていう風に、あの、思っちゃったりとか、あの、絶対勝てないっていう風に思ったら、もうす,すぐに諦めちゃったりする人たちが多いですよね。で、あの、 ま、気持ちが折れるっていう、その感情というか、その心情とかは理解できるんですけど、ただその一方で、結局自分が立ち向かわなければ、自分が変わろうと思わなければ、自分が行動しなければ、自分の人生は好転しないよと、あの、ま、自分の幸せ、自分の力で掴み取る、取るもんなんだよっていうことを、僕はこのデボラの戦いという話で、なんかあの、学びましたね、あの、考えさせられましたね。だから、 まあ夜中っていうのは結局あの不条理とかあの不合理の連続なんですよ理不尽の連続なんですよ僕たちちっぽけな人間にとってはあのなんだろうあの思い通りにいかないことの方が圧倒的に多いですよね皆さんも今までの自分の人生を胸に手を当てて考えてみてほしいんですけど思い通りにいたことってどれぐらいありましたか絶対思い通りにいかないことの方が多かったですよねだから今後の人生もあのうまくいかないことなんてたくさんあるんですよただその中でもどうせやっても無理だよっていうふうに思っちゃうことによってあの まあ、マザー・テレサさんの言葉で、あの、タルムートと全然関係ないんですけど、あの、マザー・テレサさんの言葉ですごい、まあ、長い言葉なんで割愛するんですけど、えっ、ー、と、思考には気をつけなければいけない,い。いずれ思考は言葉になるから、言葉には気をつけなければいけない、言葉には、あの、 いずれ、えっと、行動になってしまうから、行動には気をつけなければいけない、行動はいずれ習慣になってしまうから、習慣に気をつけなければいけない、習慣はいずれ正確になってしまうから、正確に気をつけなければいけない、性格はあのいつか運命に変わってしまうからっていう言葉があるんですよね。要するに、最初からもうダメだっていうふうに思ってたら、そのもうダメだっていうことが言葉になって、そしてもうダメだっていうような自分を正当化するような行動ばかりをとって、そんな行動が習慣になってしまって、そんな自分はすぐ諦めてしまう正確になってしまうから、そんな人間が待ち受けてる運命っていうのは何も成功しない、あの、自堕落な、あの、まあ、ただ、ただ、ただ、 いいくだけけのあの運命がが待ち受ててるるっていうマザーテレサさんん言葉があるんですよねみたいな風に結局やる前から、ま、あの諦めてたらあのいい結果がついてくるはずないんですよだから、まあ、うまくいくかどうか分かんないけどとりあえずやってみるっていうようなあの姿勢が重要なんじゃないのかなということを僕はこの「デボラの戦いで」で戦いという話で解釈しています。ということで、まあ、のいやそんな解釈じゃなくて私は自分はこういう解釈だよみたいな話があればぜひコメント欄とかで教えてください。ということで今回は以上。